読んでいきます。最初の方は、ずっと、かなりずっと、前回まで読んだのが、講座が終わった後でシュタイナーが話した言葉、うん、ただ話したんじゃなくて書いた、うん、メッセージだったんですけど、今回はもう会場にそのシュタイナーが入って、でシュタイナーがその会場の人に向けて語り始めたことなのでというか、ちょっと前回の序文に入ってたような内容のようなものことが結構最初ザーッとありますので、さっさと読んでしまいましょう。内容に入るよりそっちの方がちょっとしばらく続きますので、内容に入る前にというか。じゃあ読みます。第1稿、コービルビッツ、1924年6月の7日です。初めの言葉と講座への導入、カイザーリンク伯爵への謝辞。深い感謝とともに、カイザーリンク伯爵の言葉を思い起こしています。これはアントロポゾフィーから湧き上がりうる正当な感謝の気持ちというだけでなく、この困難な現代にあって、アントロポゾフィーに関心を持つ人々すべてが感謝を表明するはずであろう、アントロポゾフィーにおける真の感謝であり、また心の奥深くから感じることのできる感謝です。そしてアントロポゾフィーの精神に基づき、ここで語られた言葉に心から感謝します。いたします。この農業講座をまさにカイザーリンク伯爵夫妻の館で、再せますことに、深い満足感を覚えます。以前の訪問の時から分かっていますが、このコーベルビッツには霊的根的な素晴らしい雰囲気があり、そしてまさにその霊的根的な雰囲気が、これからお話しする事柄を素晴らしく準備してくれています。伯爵は不都合を感じられる人もおられるかもしれないと言っておられました。これはオイルトミーの女性たちを指すと思いますが、他の外からのお客様も該当するかもしれません。しかし、私たちがここに集まった真の理由から見れば、次のように述べる必要があります。今回の農業講座を開催するにあたって、これほど素晴らしいお手本のような農場ほど適切な場はないと。アントロポゾフィーの世界で現れ出てくるものでは、人はいつでもそれにふさわしい情感的環境に身を置くことができます。その点から見れば、この場ではまさに農業にふさわしいものが現れ出ることができるはずです。これら一切を含めて、私はカイザーリンク伯爵家に心からの感謝を捧げます。またこの祝祭的かつ学びの日々をこの地で過ごすことができる点について、妻であるマリー・シュタイナーもこの感謝に賛同するはずです。私たちがこのコーベルビッツに集うことで、アントロポゾフィー運動と結びついた農業の精霊が、この祝祭の日々に力を発揮するであろうと思いを馳せずにはいられません。来たるべき日を出発点として、シュトゥットガルトで農業のために展開した諸努力に最初から助言と実行と犠牲的な協力によって支援してくださったのは、このカイザーリンク伯爵でした。来たるべき日っていうのは出版社なんですね。また彼は根底から農業とともに成長してきた彼の精神を、農業関連分野で行いうる事柄において存分に働かせてくださいました。それによって私たちの運動の最も深いところからある力が働きました。その力が、伯爵が私たちを必要としたその瞬間に、ごく自然な形で私たちをコーベルビッツに引き寄せたのです。一人一人がこの講座のためにコーベルビッツに来られたと私が確信できるのはそれゆえなのです。こうした理由からここに来た私たちもまた同様に、カイザーリンク家の方からすでにご説明があったように、
こうした活動をする私たちをこの数日間受け入れてくださることに喜んで感謝の意を表さなくてはなりません。心の底からこの感謝の念は私自身も同様ですし、カイザーリンク家の皆様にはこの感謝を受け止めていただくようお願いするばかりです。何日もの間このように手厚く多くの訪問者を受け入れ、またそれができることがどれほど大変かを私は承知していますので、この感謝にもそれ相応のニュアンスを込めたいと思います。また都市から遠く離れたこのような館でこうした催しを行うことの困難に巡らせた私の思いとともに、この感謝の言葉を受け取っていただけます、いただけるようお願いいたします。ここでの主催者であるカイザーリンク伯爵は、身内に向けてではなく、外来のお客様に向けての配慮から様々なことが至らないと言われましたが、ここでのもてなしと接待に、どのような状況においても私たち全員が満足して、この地を旅立つことを確信しています。講座自体にも同じように満足してくださるかは、おそらく今後も議論される別の問題です。それでも後日さまざまな議論によって内容の理解を深めるべく、この数日で全てを出し切ろうと思います。他方面から長期にわたってこうした講座が希望されていましたが、今回初めてアントロポゾフィー的努力を背景にそうした講座を引き受けました。そのことを皆様にはお考えになっていただきたいと思います。こうした講座では多くのことが必要とされます。農業への関心はあらゆる方面につながり、人間生活の広大な領域にまで広がり、農業に属さない生活領域など存在しないことが講座の中でおのずと明らかになるからです。何らかの側面、何らかの片隅から出発しても、人間の生活のあらゆる関心が農業領域に位置づけられていきます。もちろんここでは農業の核心部分に触れられずにいられません。触れられるにすぎません。ただこの核心部分はおのずと様々に枝分かれしていくでしょう。その理由はおそらくここで語られる事柄が完全にアントロポゾフィーを基盤にしているからです。まさにその理由によって必然的に全てにつながるのです。ここで先にお断りしておかなくてはなりませんが、本日導入として述べることはやや中途半端かもしれません。本日の話の到達点が農業特有の問題とつながっていることは必ずしも全員がわかるわけではないからです。本日述べることは農業とはかけ離れているように見えますが、これが基礎になりますので、その先の話をその上に積み上げざるを得ないのです。農業にとっての近代思考、全体からの把握、英知の本能。近代精神は農業の出発点とはならない。まさに農業もまた近代的精神生活全体において致命的な打撃を受けています。この近代的精神生活は特に経済面において破壊的な形をとってきましたが、この破壊的意味合いはほとんど誰も予感していません。そのような状況に対抗をしようと意図したのが私たちアントロポゾフィー運動に発する経済活動です。こうした経済活動は実業家や商業家によって生み出されました。しかし彼らだけではその本来の意図だったものをあらゆる方面で実現することができませんでした。こうした事柄に対する正しい理解を広げるにあたって、現代ではあまりに多くの妨害的な力が存在していますし、それだけの根拠でもこれは十分に困難だったのです。実行ある力存在に対しては個々人は全く無力です。そのために今日に至るまでアントロポゾフィー運動から生まれたこの種の経済活動における最も根源的な問題、つまり最も本質的な事柄が
議論すらされていません。現実には何が問題だったのでしょうか。一般論ではなく、具体的に話すために農業を例に説明したいと思います。現在では、例えば、いわゆる国民経済と言われるに関する様々な書物や講演集があり、これには社会経済から見た農業経済が論じられた章があります。社会経済的諸原則からどのように農業を構築するかを考えています。つまり、農業をどのように構築するかという社会経済学的理念を取り扱った書物はあるのです。国民経済学ではその講演も著作もすべて明らかに無意味です。その無意味なことが今日広く行われています。まず農業的事柄の基盤、つまりビート栽培、ジャガイモ栽培、穀物栽培の何たるかを知って、初めて農業について語りうるのです。それはたとえ農業を社会構造として論じる場合でも同様です。それなくしては国民経済諸原則についても語り得ません。物事は事柄から把握されるのであり、何らかの理論的考察からではありません。今日こうした話を大学で農業に関する多くの国民経済学の講義を聞いた人に話しても、個々の事柄など一定に見えるので、事柄を出発点にするといったこうした、話は馬鹿げたものと思われるだけです。しかし実際はそうではありません。農業について畑、森、家畜、飼育をもとにしか判断できません。個々の事柄自体から引き出されたものではない国民経済などは、すべてゴミ箱行きが良いのです。根を持たない国民経済に関連するすべては単なる言葉の遊びです。それに気づかないうちは、農業を含めあらゆる分野で意味のある洞察は得られません。人は事柄を理解していなくても、あらゆる観点から事柄を語れると思います。思い込んでいます。それは次の理由から来ています。つまり、個々の生活領域においてすらも、その基盤は回帰できないのです。ビートがビートに見え、こんな形をしていて、切りやすいのか、切りがたいのか、何色でどのような成分を含んでいるかなどはいくらでも語ることができます。しかしこれではビートそのものは全く理解できていません。とりわけビートと高地の関係、いつ実るかといった季節との関係などが分かっていません。そうではなく、次のことが明確にならなくてはならないのです。方位磁石は地球との関連で理解される。別な生活領域でしたが、こうしたことを分かりやすくするために、私はよくある例えを用いました。方位磁石を見て、一方の先端はほぼ北を向き、もう一方は南を向くことを発見します。そうしてなぜそうなるかを考え、原因を探し、方位磁石の一方が北を向き、もう一方が南を向くのは、地球全体と関連していることを見つけます。方位磁石がこのような向きを示すことの原因を方位磁石自体に求めるなら、それは無意味でしょう。方位磁石の向きについては、方位磁石と地球全体の関係を知って初めて理解できるからです。方位磁石の場合には、直ちに無意味とわかりますが、全体との関連をここ変え、帰り見てもいないのに意味があるとされている事柄も多いのです。ビートが地中で育っているとします。それを狭い境界の中であるがままに捉えるでしょう。しかしその成長は無数の状況に左右され、それどころか地球外の宇宙的な世界に存在するものにも左右されているとしたら、
そうした考えは無意味でしょう。今日の人々は多くのことをあたかもごく限られた範囲の物事だけに関係し、全宇宙からの作用とは無関係であるとみなし、このように説明し、実生活でも そうした説明をしばしば取り入れています。人間は個々の生活領域においてこうした状況に陥り苦しんでいます。かつて人々は学問ではなく本能を頼りに働いていましたが、そうした本能が残っていますから、近代の学問があってもそこまでひどくはなっていません。例えば、ある男性が医師に生理的に必要な肉やキャベツがそれぞれ何グラムと処方してもらいます。彼らの多くは傍らに量りを置き、これから食べるものを計量します。そうしたことも知っていなくてはいけないというのは確かですが、私はいつもこう考えざるを得ません。つまり、盛られたものでは少し足りず、腹八分目が良いという本能を持つ方が良いと思うのです。実際では学問より本能の方が役立つことが多い。このように本能とは人がなすべきことすべての根底にあり、学問より上にあります。そしてこうした本能はしばしば非常に確実に役に立ちました。昔の農事歴や農事の決まりを読みますと、そこに記されたことは非常に賢く、わかりやすかった。安いことに大変に驚くでしょう。それらが迷信的にならないのは、本能的に確実な人がいたからです。播種や収穫については、非常に意味深い格言が見られる一方で、生じうる愚行を避けるために、鳥が堆肥の上で鳥を告げると雨が降るか、あるいは天気が続く、といったものも見られます。迷信に陥らないように、本能的なものの中には、至るところにユーモアがあります。さて、こうしたことをアントロポソフィー的観点から語ろうとしていますが、これは古い本能に戻るものではありません。そうではなく、本能が与えてくれるものを深い霊的な洞察から見出そうとするのです。また、本能が与えてくれるものは、ますます頼りなく、先細りになっています。そのために植物や動物、さらには大地自身の生の営みの観察を大きく拡大し、さらには宇宙の側面にまで広げなくてはなりません。暴風と月の満ち欠けをありきたりなやり方で結びつけることはできませんし、それは全く正しいのですが、別な面から見ますと、言い伝えられてきたことが正しい場合があります。場合もあります。別のグループによく話したことなのですが、かつてライプツィヒに2人の教授がいました。1人はグスタフ・テオドール・フェヒナーで、精神的な事柄において確実な見識を持っていました。ですので、単なる外面的な観察を根拠としても、雨の降るとき、降らないときが月の運行や月に関係することを迷信と片付けることはできませんでした。このことは統計的な研究から得られた必然でした。しかし同僚である有名なシュライデン教授はこうしたことから目を背ける時代に学問的理性的根拠を持ってこれらをすべて拒絶したのです。ライプツィヒ大学のこの両教授には共に夫人がいました。グスタフ・テオドール・フェヒナーはユーモアのある人物でしたので、これは妻たちに決めてもらうべきだと言ったのです。さて、当時、ライプチヒではある習慣が残っていました。洗濯のための水が簡単には手に入らなかったのです。遠くから運んでこなければなりませんでした。そこで亀や桶を置いて雨水を食べました。これを両夫人ともがやっていました。ところが、場所が足りなかったので、桶を同時に並べることができませんでした。そこで、フェヒナー教授はこう言いました。もし尊敬する我が同僚の言うことが正しく、いつも桶を並べて差はないと言うのでしたら、
シュライデン教授夫人は、私が月齢に従って調べた雨の少ないとする時期に桶を並べてください。そして私の妻は、私の計算で雨が降ると思われる時期に桶を並ばせてもらいます。私の話はナンセンスだというのなら、ライデン教授夫人は喜んでそうしてくださるでしょう。その結果、シュライデン教授夫人はこの申し出が気に入らず、自分の夫の言葉より、フィヒナー教授の計算に従って、桶を並べたいと言ったのです。こんな話があったのです。学問は正しい場合もありますが、実践にはこうした正しい学問の入り込む余地はないのです。寄り道はやめて、真面目に話を進めましょう。それでも地上での物質的生活を可能にする唯一のもの、つまり農業をしっかりと見ようとするなら、今日の普通の視点よりもさらに深い視点を取らなくてはいけないという点に注意を喚起するための話でした。今日、アントロポソフィーの立場から語ることがあらゆる分野について満足しうるものであるかは私には分かりません。それでも農業に対しアントロポソフィーの立場から何らかを与えるかを模索してみなくてはなりません。ちょっとここで止めます。フィニッシュ。ライプツィヒ、college professors. Professors. We stopped there before. We stopped after.何か今までのところで質問とか気になったところとか気に入ったところとかありますか？すいません。いいですか？どうぞ。僕は農業を始めた頃にうちの実家は農家なんですけど、はい。まあそういった身近な人たちに聞けばわかるかなって思ってたんですね。うん、で自分がやり始めていろいろわからないことがあっていろいろ聞いたんですけど、うん、やっぱりその自分が求めてる答えではなかったんですよ。でそれはその、うん、なんて言うんでしょう、その昔からこういうふうにやってるからとか、うん、そういうそのすごく抽象的でその人にしかわからないような感覚とか、うん、そういうことを言われたんですよね。だからそれだとそういうことだと誰もがそのやりにくいっていうんですかね、何かこう科学的にこうすればこうなってこうなるというそういう答えが欲しいって思った時期があったんですよ。でそれでその農業の学校にも行ったりもしたりしたんですけど、うん、でもやっていく、まあ、最初はそういうふうに感じてたんですけど、だからその時にはその身近な人たちに対して、まあ、やっぱりそういうふうな答えしか来ないんだなっていう、なんとなくこう不満というかそういう感覚をちょっと持ってたんですけど、やっぱりずっと何年かやってる中でやっぱりそういうその頃に自分が求めていた科学的な答えよりはその土地でずっと長くやってる人たちの感覚っていうものの方が、うん、すごくその真実味があるっていうか、そういうふうにもやっぱり感じてきたりもしてたんですよね。だから、何でもかんでもそのこうすればこうなるこうだという科学的なその根拠であるとかそういった答えが、まあ正しいってことはあるのかもしれないんですけど、やはりそうではないその場所でのその、まあ、今文章の中に出てきた本能というんですかね、そういったものがやはりその土地に住んでる人たちにそのもう
染み込んでるっていうんですかね、うん、そういった感覚っていうのがやはりなんていうそういうものの方が、まあ、もしかしたらある意味信頼できるのかなっていう、うんうん、そういうふうにも思うようになってきたりもしてましたね。なるほど、うん、飯塚さん、まあ、そんなそんな身近な感想でした。And he asked to the several farmers nearby us, but they said just only my experience or my sense. I think that kind of talking, mm-hmm. not for the result or researching the report or idea, not come from that. Just only sense, just only my experience and sense.So young Izuka-san, farmer, when she started the farming, he think that is an unsure idea, not sure. Mm. And he liked the researching report and then that kind of certain things. But when he continued the farming now, he believed, now he,change the mind and believe that kind of sense for neighbors have a certain experience and it's a certain sense already they have. So he will change that. Because it's only happened to me in this country. I didn't know a lot about the birds or the insects or the weather or the climate or anything. But now it's instinct. It's, でもこう日本に来た時に、まあ、いや鳥も違うしアメリカにいる鳥も違うし植物も野草も違うんでなんかちょっとわからない状況にあったんだけど今はやっぱり慣れていつもいつも外にいて鹿のような感覚で。周りのことがこう感じられるようになってきたって言ってます。And walking around with no shoes on, you too, you get grounded. さらにこの今年が去年も少しはそうだったんだけど、今年はもうずっと春から。裸足で歩いてるので農場をますますその大地に近づいてきているっていうのを感じると言ってます。そうですね。もう何年くらいになるんですか。あここに来てですか。ええ、そうですね。日本に来て13年かな。うん。この本別に来て、2009年の秋に引っ越してきたから、何年 ?2021 年 ?10何年 ?11 年。まあ、カイザーリンク伯爵が何だっていうのがわからないっていう意見とかあったんですけど、この大農場、序文でもあったと思うんですけども大農場を経営されているその、農場長でもあるし、その伯爵、そのお城なんですよね、ドイツのね。お城で、その、まあ、そのカイザーリンク伯爵は、大農場、農園の、まあ、お殿様と、王様っていうのか、王様で、その、ね、主人に仕える人たちが、まあ、その伯爵の言う通りに農園を作っていたんだと思うんですけれども、
そのカイザーリンクの王様、お城の城長さん、伯爵自身が、まあ、バイダナミアントロポゾフィーを学んで、アントロポゾフィーの観点で農業はどう考えたらいいかっていうことが、もう絶対もうシュタイナーに話してもらわないかっていう熱意を持ってシュタイナーを、読んできたわけですよね。あとは大丈夫でしょうか。はい、かなり大丈夫です。大丈夫ですか。まあ、分かりやすい、まだここら辺は分かりやすいというか普通の文章ですか。これから先ですよ、だんだん。はい、ではその先をどなたか読んでいただけないでしょうか。植物、動物、人間界における宇宙のリズム 1-17 というところですね。読みましょうか。はい、ありがとうございます。お願いします、はい、植物、動物、人間界における宇宙的リズム。宇宙リズムから人間はある程度独立している。以上を踏まえ、私たちの地上存在において重要な話を農業のために始めたいと思います。何かについて語るにしても、今日では多くの場合、科学的、物理学的成分を最重要視する傾向があります。しかしここでは科学的、物理学的成分から始めるのではなく、植物や動物の生活、生命にとって非常に重要な意味を持ち、科学的、物理的成分の背後にあるものから出発したいと思います。人間や動物の生活、生命を観察しますと、それらは下界から非常に自立していると言えるでしょう。人間に近くなればなるほど、より強く自立していると言えます。人間や動物の営みの中には、地球外あるいは地球を直接に取り巻く大気圏などの影響を全く受けていないように見える現象もあります。これはそう見えるだけではなく、特に人間の営みの多くにおいてはそうあることがまさに正しいのです。大気的な影響によって特定の病気が悪化することは知られています。人間のある種の病気やその他の生命現象が、外的自然現象が示す時間的流れと類似した成り行きを見せることもわずかではありますが知られています。ただそのように一致していても、視点と終点はずれています。最も重要な生理現象の一つである女性の排卵周期では、周期性は月の満ち欠けを再現していますが、その視点と終点は月とは一致していません。男女両性の生態には、自然リズムを再現している微妙な現象が数多くあります。物事により、密接に関わるならば、例えば太陽黒点の周期をきちんと理解したなら、社会生活上の事柄もよりよく理解できるはずです。しかし、社会生活上の事柄が太陽黒点の周期に対応するにしろ、太陽黒点の視点や終点からは独立していて一致しないので、人はこうした事柄になかなか目を向けません。両者は同じ周期、同じリズムですが、その視点、終点は一致しません。社会生活上の事柄では、自然現象の周期やリズムが内的に保たれているにしろ、自律化しているのです。ある人に向かって、人間の営みはミクロコスモスでマクロコスモスに従っていると言いますと、それはナンセンスだと反論するかもしれません。ある種の病気では発熱周期が7日であると主張しますと、その人はそうだとするなら発熱と同時に何らかの外的現象が生じ、両者が並行し、外的現象が消えると同時に発熱も終わるはずだと反論するかもしれません。
こうした発熱はこの反論のように振る舞うことはないにしろ、視点と終点が外的現象と同期することはないにしろ、内的リズムは一致しています。植物は宇宙リズムと結びついている。宇宙において人間ではこうした独立がほぼ完全に終わっています。動物は人間ほどは独立しておらず、動物では地上の外的な自然も含め自然界全般の中に完全に組み込まれています。それゆえ地上界の存在はすべて宇宙的出来事の残照であるという知見を考慮しません、と植物の営みは全く理解できないでしょう。人間では宇宙からある程度独立しているので宇宙的出来事が真似されるだけなのです。人間には内的リズムがあるからです。植物の場合は徹底的に宇宙的出来事を映し出しています。この点には本日の序論で触れておきたいと思います。宇宙的な経素と地上的な石灰。経素は宇宙的外惑星なものと神話。さて宇宙空間において地球はまず月に囲まれ、太陽系の諸惑星に取り囲まれています。古代の本能的な学問では太陽も惑星に数えていましたので、その順は月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星でした。さてここでは天文学的な論考はせず、惑星的営みの中で地上と関連する事柄に触れたいと思います。地上的営みを虚子的に見るなら、考えうるものの中で最も大きな役割を果たす事柄が地上的にもあります。私はそれを世界における計素性物質の営みと呼びたいと思います。計素性物質は角柱と核柱と核水で囲まれた石英という美しい形態として現れます。ケイ素性物質は水晶の結晶では酸素と結びついていますが、その酸素を除外して考えますと、それがいわゆるシリカ、ケイ素です。今日の科学においては、酸素、窒素、水素、硫黄といった元素がありますが、この実質、つまり酸素と結びついたシリカ、言い換えるとケイ素、ケイセルは一つの化学元素です、はい、もう少し聞かせてください。石英中で石英中でシリカと活動しているものがやばすごい、そうにありません。困るし、何ですかこれは。あのシリが動いちゃってるんですね、そのシリカで。あ、シリそちらのシリですか。一つの化学元素です。石英中でシリカとして活動しているものが地球表層の 27% から 28% を占めることを忘れてはいけません。酸素は47から 48% を占めますが、他の元素はこれよりは少ないのです。つまりシリカは非常に多量に存在しています。さてこのシリカは石英といった石の中に存在していて、外的物質、つまり土壌を植物の成長との関連で考察する際には、土壌のことを人はよく忘れています。大きな意味を持たない形で現れます。つまりそれは水に溶けないのです。水は素通りしてしまいます。つまり表面的で月並みで一般的な見方では大した役割を果たしていないように見えます。しかし杉菜を見ますと、その成分中には石英中と同じ計算が90%、非常に繊細に分布しています。こうしたことからケイ素ないしシリカが
非常に重要であるはずだと分かると思います。地上で出会うもののほぼ半数がケイ素成分なのです。さて、奇妙なことがあります。このケイ素はほとんど注目されていませんし、ケイ素が非常に有効に作用しうる場でも、今日もなお完全に無視されています。アントロポゾフィーから生まれた医学では、ケイ素性物質は多くの医薬品にとって重要な成分です。多くの病気に対して内服あるいは抑揚としてケイ素が処方されます。感覚の異常状態を示す病気において、また内部の感覚ではなく、ここで初期間の痛みを呼び起こす病気のほとんどに対し、まさにシリカが素晴らしい効果を上げるからです。古くからの言い回しで、自然界の収支において、計算は非常に大きな役割を担ってきました。それは、ケイ素がご承知のように石英などの岩石中に見られるだけでなく、非常に微細に大気中にも分布しているからです。つまり、ケイ素は至るところに存在しています。土として私たちに与えられているものの約半分、48% は計算なのです。このケイ素の働きをご存知でしょうか。仮説的にまさにこう問わなくてはなりません。もし地球上に現在の半分しかケイ素がなかったら、すべての植物が多少なりとも核水状のフォルムを取るでしょう。花はすべて萎縮し、ほとんどの植物がサボテンのような異様なフォルムになるでしょう。穀類は非常に変なフォルムになりますし、茎は下に行くに従って太くなり、肉質にすらなるのに対し、穂は萎縮し、完全な穂はほとんどなくなるでしょう。はい、ありがとうございます。世界は、はい、そこまでにしておきましょうか。この後、はい、この後まで、この後、この次も、うん、あ、いやいや、完全な方はほとんどなくなりましょうでしょうで、ここまで、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、今はケイ素までの話で、この先に石灰の話になるんですけど、また違うというか変わりますので、今までのところでどうでしょうか。最後の今のところが面白い。ケイ素が半分しかなかったら。アバウトスリカ、ルフィにしたスリカパーツ。Before the カルシウム。Surrounded by the heavens first by the moon, then the other planets. Got my horse tail for the first time. He mentioned several times during that period. まず一番最初に、at the beginning, Steiner talking about the human being and the animal is out of the planet rhythm. まず最初に宇宙のリズムから人間とか動物がある程度独立しているということを語ってるんですけど、この意味、お分かりいただいてますかね。人間動物の営みの中には大気圏などの影響を全く受けてないように見える現象もあります。そう見えるだけではなく、特に人間の営みを多くにおいてそういうことがまさに正しい。つまり宇宙のリズムをそんなに影響を受けないようなあり方になってできているんだ。女性の月経なんかはまあリズムがあるけれども、だとそれだとしても、あの月の満ち欠けにぴったり合ってるわけではないし、20何日っていうそのリズムがあるとしても、それがまあ人それぞれバラバラですよね。例えばあの、なんか前本で読んだんですけど、うん、なんか
結構プリミティブな生活をしている先住民みたいな部族の女性は、うん、本当にその満月の日とか、うん、月の満ち欠け通りに生理が来て、うん、その日だけ月があるみたいな、うん、そういうことがあるみたいで、うん、現代の生活をしているせいで、うん、その宇宙的なリズムにそう、あの、もともとはもっと密接だった、うん、だと思うけど、それこそ、その、個人の個が、うん、確立してきている、その意識状態になってきている私たちだからこそ、うん、それが個別になってきた。まあ、それが生活の乱れっていうふうにもあるかもしれないけども、それでだけではなくて、個としての、まあ、確率がその宇宙のリズムから離れさせているということが、ということを言ってるんだと思うんですよね。で、そのリズムというのは、その太陽の黒点がやっぱりあるときにはどういう戦争が起こったとか、いろんなそういう歴史的に見ればそういうことがわかるわけなんだけれども、全く一致するわけじゃなくて、その影響のインフルエンスが、うん、何年か後とか、そのスポットあたりにこう来ているっていう風な読み取り方をすることができる。まあ、そのぴったり合ってるわけじゃないよっていうことがここに書かれてるのね。So the, even how the, I chan said the native people is still, nature, more still connected to the nature, so thatLady Simmons is kind of same time, same finish, but that kind of living, I mean, rhythm. But we are the modern people. It's now we have the individual thinking ego. So we will going to the separated from the rhythm, nature rhythm, because of the.And that's faithful. Mm. Yeah. And then, yeah, also. That was, you know, to get to the ladies' answers is one thing, but then he talks about the sunspots. Yeah. Mm-hmm. What Harold told us about the sunspots, like mm-hmm. it happens every 9 years or something. And it's something. It's really major. I don't remember. I don't have my notes. Mm. You remember? Mm. What you said about sunspots? Mm. Mm. But that said, not equal timing, but still, you know, influence is coming. Well, yeah. Animals and were born, mm. like cow, for instance, were always born in the spring in the olden times. Mm. But then they...potentially started emancipating themselves away from the cosmos. 例えば牛も昔はその春にみんな生まれていたけど、今はそれも変わってきている。We are not more independent of the cosmic influence. 動物よりもまたさらに人間の方がもっともっと独立してきている、その宇宙のリズムから。すいません。そしたら、人間は、植物とか動物とかちょっと違うっていうことをおっしゃってますよね、この中でね。人間はその独立してるというか、その宇宙のあれを受けていない、そんなに影響を受けていないっていうふうに、本来そうなのかじゃなくて、そういうふうに変化してきたっていうことですか？そうですね。はい。もともとは宇宙と一体だったんですよ。もっともっと宇宙の進化でいうと、みんな全部ワンネスだったんです。一つだった。そこから分かれてきて、私たちの進化、人間の進化は自我を持って個別になっていくという進化の道を今歩んでるので、うん、内なるリズムがしっかりしてきてるわけですね。宇宙は宇宙のリズム、うん、それとはつながりは持ってますよ。全く離れたわけではないけども、うん、内なるリズムがしっかりしてきて、そのリズムの中で生きているっていうふうになってきている。動物はそれまでそこまで離れていない。でも植物、まあ、その先のことですけど、植物は宇宙リズムとつながってるのも、宇宙のリズムのままに
現れてる、この照り返しだっていう風な言い方、うん、っていうことをここのところで言ってるんだと思います。So the planet, no, plants is still connected to the reason. The last part sentence. 1分未満になって埋まりました。で、一旦ここで切って、またその先の話を、次のパートで話したいと思います。じゃあ一回切ります。ありがとうございます。またすぐに入りますので、同じところに来てください。はい、ブレイク、うん、よいしょ、よいしょ、どんどん。